サッカー日本代表の、えー、伊藤純也選手がですね、週刊新潮に、えー、不動い性行があったんじゃないかという性加害疑惑、えー、みたいなところで、その女性に告訴をされていたと。女性二人ですかね。にホテルの部屋に連れ込まれて、えー、不動い性行さ,、まあ、されそうになったしたみたいな。 そんな報道がなされていてそれに対してですね、まあ、日本サッカー協会 JFA やですねフランスリーガンのです、ね、所属チームこちらの方もですね弁護士を立てて、えー、毅然とした対応をするとそもそもその、えー、同意あったなし以前の問題であるということでまあ事実無根というような方針でどうやら弁護をすると。 え、いう、形になっており、しかもですね、その、え、離脱をね、代表から離脱をするみたいな当初はそんな感じだったのがですね、協会の方も、ヒアリング通して、 当面離脱はさかなり、あの、週刊新潮側が、分が悪い、というようなアンケバ表であります。週刊文春のですね、ダウンタウン松本さんの性加害疑惑だったりとかですね、そういうものがどん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 、うごのタケのコのように出てきていて、ま、まるで事実のようにですね、週刊誌に、まあ、まあ、もっと、 ったりとか事実無根だったりとかいろいろあると思うんですけれども少なくとも例えば松本さんの場合はですねその事件化するような告訴されるようなですね警察に告訴されるような事案はまだ出てきてませんよね実際のところえー、やろうとしたけれどもできなかったみたいな話ばっかりどうなんだろうこれはと言ったところに今度は週刊新潮が飛ばし記事っぽいものを出してきたと え文芸春秋者、そして新潮者。まあ、新庁者の方が経営状態良くないですね。まあ、文芸春秋者もめちゃくちゃいいかっていうとそうでもない。けれども、まだまだいけるかなと。新庁者はかなり厳しいんじゃないかなと思います。えー、週刊新潮ももう虫の息だと思うんですが、最後、ダンマツマの叫びのごとくですね、えー、また変な飛ばし記事を出してきたんじゃないかというふうな疑惑ですね。 あの、私も何回もですね、嘘の記事書かれてます。古くはですね、あの、NHK 党じゃない立花隆さんですね、ジャーナリストの立花隆さんが、えー、ネット上の変な噂記事をですね、そのままこたつ記事でですね、えー、日経 BP の日経ビジネスとかに連載しちゃってですね、こんなのお前、完全にネット上のデマを信じてんだろお前みたいな、 ま、これもですね、和解してお金、えー、たくさんいただきましたけれども。あとですね、えー、一番やばかったのは、これあれ、後段車だったかな。あの、僕がですね、週刊現代かなんかだったと思うんですけど、もう覚えてない、15年ぐらい前の、15、六6年前の話なんであれですけど、僕があの、エビスの、えー、ウエスティンホテルのスイートルームで何月何日に闇カジノに興じていたと。 闇バカラみたいなことをやってたと。僕は行ったことないんですけど、闇、闇カジノも、闇スロも、あの、そういう、えー、違法ギャンブルを,を日本でやったことは僕はないので、あの、そういったところには出入りもちろんしてないんですけれども、何月何日もそのアリバイまで僕調べて、誰々とったとかですね、どこどこ行ってたとかですね、そういうのがあったんで、そのアリバイも全部出してですね、裁判をするということになったんですね。そしたらその、 ウエスティンホテルで僕を見かけたという女性がですね、いるということで、どうやらその人の証言をもとに記事を書いたらしいんですけれども、当然その証人として、えー、民事裁判ですけれども、損害場、あの、名誉毀損のね、民事裁判ですけれども、当日、その証言というか、はい、記事の元ネタになった女性が来ると。 こここ見かけたととといいううでですね女性が来るということで楽しみに待ってたんですけれどもまあ僕はもちろん行ってないですけど、えー、そしたら当日ドタキャンをしてですね証人として来なかったと多分嘘800だったので怖くなったんじゃないですかで当然出版社からもお金情報提供料もらってると思うんでまあ、それも詐欺みたいなもんじゃないですか。本当に全く 火のないところに煙立つんだなっていう。で、そのレベルの写真とか、僕のアリバイが、とか、いろいろ多分、ね、あの、間接的な証拠ですか。例えば、そのウェスティンホテルに僕は泊まってたとかね、入っていくところの写真があるとかですね、そういった不的証拠もなしにですね、その女性の証言だけで記事にしちゃって、 えー、僕がま、まるでその闇カジノに、まあ、供じているようなですね、人間であるということをですね、印象操作をしようとしたということで、本当にとんでもねえ奴らだなと。いうことで、本当にここで既存、えー、毅然とした対応をして、しかもちゃんとした額の損害賠償を勝ち取ってください。本当に伊藤選手もね。そしたらもう新調社も潰れてしまうんで、週刊文春も潰れてしまうんで、 えー、こんなこと書くのは割に合わないということで、えー、なくなるというふうに思っております。